お疲れ様です、ナミさん。今回は動画2本送っていただきましてありがとうございます。その1本がですね、私がお題を出したというね、1万という数について、そしてもう1本が失敗したらどうするってことだったんですけども、ちょっとこの2つをね、組み合わせてさらに時事問題を兼ねてですね、私の方から返信させてもらおうと思います。ビッグモーターっていうね、大手中古車販売店、買取店、こういったことをご存知だと思いますけども、昨今ね、かなり、地上波を賑わせてるみたいですよね。YouTube 世界ではね、ずいぶん前からこれはなんで、大手メディアが報じないんだっていうふうにね、戦々恐々としていたわけですけども、広告会社のタレントさんをね、起用しているところが、このビッグモーターからタレントさんの契約をこう引き上げてですね、今テレビ CM 打ってない状態なんですよ。そうなると広告料が入りませんから怖いもんなしということで、今度はそのビッグモーターを叩くことによってね、数字を取り始めたっていうね、結局マスメディアは広告に乗っかろうと広告を切ろうともどっちとも儲ける算段がついてるっていうことでね、したたかだなと思うわけですけども、今回ビッグモーターさんがね、かなり悪どいことをやって、お客さんからそして保険会社からお金を巻き上げてきたっていうね、事実がどんどん明るみに出てきたということです。その中で、ビジネスっていうのは知恵が必要だったりするもんですけども、なんかね、店舗の前の街路樹を枯らしてですね、店舗をよく見やすくしたみたいなことがあるんですけども、よくこんなこと思いつくなって感じですよね。道路には植林をだいぶ市区町村とかがしてると思うんですけども、そちらの方にね、除草剤をまいて枯らしてですね、店を目立つようにするみたいなね、ここまでするかってえげつないもんです。これがね、日本全国つつうらうら、あらゆるビッグモーターで店舗の前のこう街路樹が枯れてるみたいな、これ切り倒されてるみたいなのがあって、すごいなと思うんですけども、こういったズルを繰り返すことっていうのは失敗ではないと思うんですけども、今後この会社はね、こんなね、ずるいことを1万回やってきてどういう風になっちゃうのかなと。ビッグモーターという会社がこれで、大きく生まれ変わってね、今までの知名度と影響力を生かして復活を遂げていくのか、それとももう会社としては消滅して分散して解散してですね、でもエンジニアさんっていうのはいるわけですから、有名な看板なくなっちゃいますけどもね、また地道にゼロから再出発を目指すのか、そんなとこですね、なんかね、ズルでもしないと儲けられないような世の中になってきて、大手ほどズルをやっている、これではね、なんか商売とは言えないかなと、単なる詐欺会社というね、詐欺行為というね、人をだまくらかして儲けようという全然こう威張れないような商売になってるんじゃないかなっていうところですよね、真面目にやってる方もね、煽りを受けてこれから非常に、路頭に迷うということも想像されるわけですけども、ナミさんどのようにお感じでしょうか。それでは本日は以上です。